じゃあこんにちは。はいはい、ゆたかさん、はい、はい、恒例の振り返りをね、はい、していきたいと思います。ブレイク前のね、はい、まあ、対戦ということで、はい、まあ、総動員で戦っていくだろうなっていう風な感じで、どういう結果になったかというと、はい、まあ、巨人とヤクルト、うん、まあ、ヤクルトの連勝だったよね、はい、まあ、一体感っていう風に挙げたんだけども、はい、なんとなくこうピッチャーが崩壊してるというかさ、そんなイメージで中軸は打ってたんだけど、はい、まあ、点も取ってたんだけどね、はい、まあ、それ以上に打たれたという巨人、はい、でヤクルトの方は、まあ、村上って言ってたんだけど、村上が、はい、まあ、2本ホームラン打ったりだとかさ、うん、まあ、要所要所に活躍をしてた、はい、まあ、その中でもその両外国人が素晴らしい働きしたね、うんうん、打線を引っ張ったのは1番の塩見とか、はい、まあ、上げればキリがないほど、はい、まあ、いい結果をもたらしたよね、ヤクルトは、うん、この巨人に対してね。やっぱ後半に向けてこういう打たれ方をすると、うん、なんか休みにブレイクに入るけどさ、非常に嫌な感じのブレイクの仕方だよね、はい、そういった意味ではヤクルトは終わり方をした、逆に言えばな、はい、逆に言えばものすごくいい終わり方をした、うん、締め方をした前半戦、はい、だから、まあ、村上の活躍だとかさ、まあ、山田もホームランを打ち、はい、吉田っていうのが初ホームランを打ちみたいな、はい、なんか本当あの奥川も勝ち、奥川と古賀のバッテリーも素晴らしいパフォーマンスだったし、はい、本当にあのいい具合で終われたな、はい、巨人はやっぱりちょっと不安が残る終わり方ね。で阪神 DeNA、はい、でもこれ DeNA が本当は3連勝してたと思うんだけど、なんかこう最終回3点リードして、うん、まあ、4点取ってね、はい、まあ、ひっくり返した、まあ、非常にしぶとさは見せたけども、うん、やっぱり慎重さが足りない、はい、まあ、例えばさ DeNA の今永にピッチャーがタイムリー打たれるとかさ、うん、でまあ、そういうところもあるし、はい、で阪神はやっぱこうちょっと元気がないな。これなんだけ元気がないかというとさ、はい、まあ、いろいろ叩かれてる原因もあるしね、はい、いろんなところから、だからまあそういうところでなんかちょっと気にしてんのかなっていうような、まあそういう節もあるよね。まあじゃあチームの全体的なこう勢いが今はちょっと弱まりつつある感じですかね。だからさ、うん、まあ、例えばさみんなが調子悪くて勢いが止まるのか、はい、精神的にちょっとなんかモヤモヤしたもので下がるのかって言ったらさ、結構精神的なものが左右してるようなそんな気がしてさ、ちょっと心配だね阪神はね、はい、このブレイクがそれをちょっといい感じな作用すればいいですけどね。まあそうだね。で、はい、DeNA、まあ、再認識って言ったんだけど、はい、中日戦で活躍した森をね、使い続けて、はい、まあ、いい効果を、出してきたのと、うん、やっぱ先発投手陣がやっぱ頑張ったね、はい、大貫、坂本、今永という、はい、だからなんとなくこうか、ピッチャー陣投手陣が安定してきたよ。だからこれはなんか非常にいい阪神戦との戦い方をしたなっていうね、はい、で阪神にはちょっと苦手意識があったんだけどもさ、はい、まあ、今やまあなんかそういうものも全くなくなったかなっていうような、うん、そういう3連戦だったよね、はい、で広島中日、うん、で広島の3連勝、はい、ここら辺は大瀬良、栗、森下が先発投手陣全員に勝ち星がつくというね、うん、で先発投手陣に勝ちがつくっていうことはやっぱそれだけ安定した戦い方ができてるっていうことと、うん、はい、やっぱピッチャーも頑張れてるということだよね、はい、だから野手はもともといたし、うん、点も取れてたんだけど、はい、ピッチャーをどうするか、ここだけの問題だったんだけど、やっぱ大瀬良の勝ちがついたっていうのも大きいしね、はい、で森下も全日本の合流前に、はい、まあ、いいピッチングで仕上げたという、はい、ちょっと心配だったのはここだな、全日本で、まあ、例えば、ね、岩崎がホームランを打たれるとか、はい、もうピッチャーですね、そうで、こっちは山崎、そうですね、点取られるとか、うん、なんかちょっと、まあ、両方とも全日本ではおそらく中継ぎに入る2人なんだろうと思うけど、うん、はい、まあ、そこら辺がちょっと不安を残したな、なんかちょっと心配だね、はい、で小園が、まあ、ちょっと戻るけど前後するけど、はい、小園が初ホームランという今季ね、はいはい、1号のホームラン出ましたね、そうそうそう、とか、はい、やっぱ若手の動きが出てきてる、だからそういう意味では広島っていうのは
いい3連戦だと、で中日の方はやっぱ爪の甘さって言ってるけど、やっぱりピッチャーも含めてここって言ったところでやっぱこう踏ん張りきれないとかさ、何かこう惜しいっていうところが、いやいや本当に、なんとなく惜しいという、それで勝ちきれないというね、まあそういうことがちょっと続いた3連戦だったね、はい、でパ・リーグで本領発揮、発揮っていう風に、そう発揮みたいな、はい、いい感じで来てたんだよ、いい感じで来てたんだけど楽天相手にどうなのかっていう風に思ってたら、初戦取ってたやん、取って、あ勝ち越すかなと思ったら楽天にやられるという、まあ打てないっていうこともあるけども、まあ、ピッチャーがもう一つ踏ん張りきれないよね。でも踏ん張ってるけどね、ソフトバンクのピッチャーって、はい、だけど、まあ、楽天にやられたと、まあ昨シーズンのようなこう本当の意味の本領発揮というところにはもう一歩っていうところですか、ね、だからいつ来るのかなと思うけど、あ来たなと思ったらまたやられる、まあでも前半戦5割でね折り返すという、はい、まあ、苦しい状況の中5割というのはやっぱソフトバンクの力かなっていうふうには思うけどね、で楽天、説得力、これは住みたいがどうなのか、初戦負けたんだよ、で初戦負けた時は住谷じゃなかった、でマー君と岸の時に住谷が、かぶったんだけどさ、やっぱ味があるわ、やっぱ違うリードが、それと投げてる方もやっぱなんとなくやっぱ落ち着きがあるのかなと思うよね、だからいいところ、まあ、3戦目の岸なんかはさ、いいところをやっぱ住谷が引き出してる、やっぱ昔から知ってて、昔お前若い時これで勝ってきたんだろうっていうさ、なんかこう説得力がある、ちょっと原点に戻るような、そうそうそう、だからまだ老け込むなよっていうような、そういうなんかリード、だからインサイドにもバンバン投げさせてたしさ、だから非常に住谷効果っていうのは楽天にとって大きかったし、このカードに対しても大きな存在感、説得力をもたらしたっていうふうに、まあ思うよね、で日本ハムとオリックス、これはもう引き分け一勝一敗ね、で日本ハム躍動いいよ、若手が、野村、まあ万波っていうのはちょっと打つ方はねまだ経験が必要だけども、でも野村だとか、そういう若い野手陣が躍動し始めてる、高浜もいいね、そうですね、だからポハムは、もうとにかく若手で、勝ったというね、今チームの状態としてはすごくいいところにあるという感じですか、まあチーム全体の成績は悪いけど、でもなんとなく変わっていけそうな、そんな感じがするよ ね、少し前にはもうこう基本からとか、そう野球がもうどうなっているんだみたいな話もあったとこを考えると、だいぶ良くなったということですか。でやっぱりね、やりながら明るさも出てきたよね、だから失敗を恐れずもっともっと躍動しろという、でオリックスは耐え時、やっぱ耐え時では、一進一退をちょっと終盤ちょっと繰り返したけどね、前半戦の終盤がね、だけどその中で来たっていうのが出てきたりだとか、まあ非常に若手を使いながらこういう時期に首位にいる時に使われるっていうのはやっぱその選手が活躍すれば力になるからね、だからそういうことを考えて来たとか先発で使ったけど結果もだし、非常になんか頼もしい選手がもう一人加わったっていうような、そんな感じがするよね、だけどチーム全体的には一頃の爆発的ないい頃よりはちょっと落ちてブレイクを迎えるという、そういう感じだよね、西武とロッテ、で四球、四死球って書いたんだけどやっぱりねフォアボールが多すぎる、で松本なんか三四球の後に満塁ホームラン打たれるとか、でソロホームランだったらなんちゅうことない1点なんだけどさ、まあ、それが満塁ホームランになっちゃうというさ、だから実にもったいない1点の仕方をする、だこれがあるからやっぱこうなかなか勝てないよね、上に行けない、そうですね、もう点はすごく取っているというイメージが西武はあるので、なのになぜっていうところはやっぱそういったなんていうんですか、無駄な失礼といいますか、無駄なことが多いよね、
でも栗山が会長に2000本安打まで、まあ、行ってるんで、うん、後半早々なんか達成しそうだよ ね、そんな感じですよね、うん、それまでに四球を出さないよね、四死球を出さないようにう、ね、まあ、しといてほしいなと思うよね、はい、でロッテは先発と足、やっぱ先発がやっぱりゲームを作れないとやっぱ苦しくなる、で高橋光成と投げ合った小島、はい、ね、両方とも甲子園での優勝投手なんだけどさ、まあ、あの高橋光成に軍配が上がったけどね、はい、やっぱりこう先発がある程度ゲームを作らないとロッテは苦しいということ、うん、でロッテも点が取れるチームだけに、ね、やっぱり終盤接戦には強いと思うんだよ、うん、足も使えるし、はい、だから先発これがねやっぱ崩壊すると、まあ一緒いっぱいだったけどね、まあ苦しいんだなっていう感じがするね。この両チームはピッチャーが課題、まあそうだな、ね、そうだな、はい、まあ、全体的に見て、まあ、こういうことになったんだけども、うん、まあ、オリックスが首位ターン、阪神が首位ターン、はい、ね、で追っ手が巨人、ヤクルト、うん、まあ、セ・リーグは巨人とヤクルトだね、はい、阪神の追っ手は、はい、やっぱ中日、広島、DeNA っていうのはさ相当頑張らないと、うんうん、まあ、優勝っていうのはなかなか難しいよ。だから A クラスというふうに考えても、はい、非常に難しい。ちょっとセリーグはそこの線が切れに引かれてる感じがしますよね。差があるね、はい、で、まあオリックスの次は楽天、はい、ね、ロッテ、ソフトバンクになるわけだけどさ、うん、まあこの4チームに絞られたかなという、うん、で、西武がどういう巻き返しをするかわからない、はい、まあ、西武はA クラスにはまだ十分手が届く。日本はちょっと苦しいと思うけど、はい、まあそういう前半だったね、はい、うん、まあじゃあパリーグはこう混戦模様が引き続き後半にもどういう風になるかな。だから休みのさ、まあ大体約1ヶ月間、はい、これをどう過ごすか、うん、どうチームを立て直すか、これがやっぱもう全球団に言えることだけども課題になるよね。ドキドキしますね。こう好転するのか、このブレイクがどんな風に影響するのか、各チーム変わってきそうですよね。いや絶対変わる変わる。だからそこら辺をやっぱこう慎重にやっていかないとさ、はい、まあ、まあ前半振り返ったけども、まあ、お疲れさんということだよね、うん、そうですね。じゃあ今回はこの 3連戦というか、まあ、今回の対戦を振り返ってっていうところだったんですけど、うん、前半戦こうブレイクを迎える前の前半戦を振り返ってっていうところはまた、うん、まあ一旦ね、一旦別の回に取りましょうか。別の回に取りますよ、はいね、はい、なのでそれはまた振り返って、うん、また後半戦の課題もありますよね。そうそうそう、後半戦の課題は次の動画で、はい、セパ分けて、はい、ちょっとじっくり説明したいと思います。はい、ではセパ分けて各チームの、はい、じゃあ後半戦の課題、はい、対策、はい、はい、そうですね、はい、お楽しみに。